とね、次からちょっと、まあ、趣味職強いからさ、しょうがないんだよ。ここでいろいろと暴露されてしまうというね、はい、ちょっとね、次からかなりその、行かれたレパートリーたちが始まるので、本当、夏美の世界、世界観を満載出せるっていうか、そういう曲たちがね、ちょっと激しめの行かれた曲たちが待ってるんで。でも、何回も聴いてるからなんだけど、はい、今まで一番良かった。本当ですか？一番いいよ。いやー、嬉しいですね。本当に、ありがとうございます。そう言っていただいて嬉しいです。一回はほら、ずっとやってるの、何代も何代も。はい。指大丈夫ですか？指の体操、指の体操だそうです、大丈夫そうですかね。準備は、ここの準備は大丈夫ですか？カメラ、カメラあそこですか？今撮れてなかった。いいじゃん、カメラ。もういいっすか。はい、では、ここからですね、また皆様を別世界に誘いたいと思います。では歌います、オルゴール。続くんでちょっと
で喋りたいと思うんですけれども、あれ？大丈夫？カメラ？ちょっと見ててください。あ、大丈夫です。回ってます。はい。はい、です。さっき本当にね、痛恨のミスでした、ね。本当に。舌打ちしたレベルでした、本当に。はい。まあ、次の曲歌う曲をね、ちょっと曲紹介したいと思うんですけど、次はですね、Sick to be Love Song という曲なんですけれども、これもまたちょっとね、イカれたクレイジーな歌でございます。まあ、なんて言ったらいいんですかね。誰が作ったんだろうなちょっと分かんないなでもますシックこの曲作ったのってバンマスですか、はい、あ、だそうですはいはいで、まあだから、ね、行かれてんだよまあそれは置いといてはい、変な人でしょ、ぶっちゃけ言っていやちょっと殺されるんで変じゃないわけないと、はい、いうことで、あれ皆さん飲んでますか、大丈夫ですか、グラスから絡まして今のうちにおかわりうまくないんだよハイボールに変える、あ、今のうちにお酒をおかわり方はどうぞ、米をね、いっぱい飲んで楽しんでいただけたらと思います。大丈夫そうですか？あ、なかなかね、その普段今まで自分がやってきたそのライブスタイルっていうのが、まあ一人でね、そのガーって弾いてガーギャーって歌うスタイルで、まあ、自分で弾いてね。はい、そう MC とかねほとんどなくて、でまあ。一言二言、夏美です。ありがとうございました。ぐらいしか、そんなもん喋んないぐらいだったので、ちょっとね、そうですね、ちょっと改めてね、勉強させて。怖いです。怖い、超失礼さん。え？ビデオ、あ、さっき見たら回ってました、大丈夫です。今止まってる、ちょっと出てきます。止まってる？大丈夫です、動いてます。はい。はい。今、大丈夫でしょうか。はい、では、はい、はい、はい、かのちゃんが、あ、かのさんがガン見されてる、はい、でもいいし、かのチェックしてくれてる、おじさんの趣味がふんだんに詰まったバンドじゃないからさ、はい、女の子が喋んないとしょうがないじゃんか、そうですね、待ってるよはい、そうですね、はい、てなことで喋らないし、歌うというね、歌に行くというね、あの、なんでこのバンドに入ることになったのかな、なんでですかね、そういう慣れ初め的なものですか、ノリノリでもいいんだけど、白いカズラがかぶりなかったとか、あー、白い、あ、そうですね、このね、この着物と、その白いズラといい、そういうね、代々皆さんそういうスタイルでやられてますからね、どうせあれでしょ、お前歌えよみたいなやつでしょいやいやいや、全然、そういうんじゃないです結構強制的なやつでしょ、いやいや、違います、分かってるよ違います、全然そんなことはないですっていうことで、では行きたいと思います、Sick to be a love song、さあ始めましょう、
さんでした。で次の曲でこのねイカレータレパートリーたちは終わりになりますね。えもう行っちゃっていいんですか。次のはい、ちょっとあの後ろネタで話してみます。はい、知ってる。歌いました。シックトゥビラブソングという曲はですね、ネジルというバンドをね、お二人はやられてたんですけれども、その時にもやってたね曲なんですよね。でそれのまあ全然違うバージョンを M として歌っている。初耳。はい、っていう曲でした。はい。でそういう打ち合わせネタを今ねしていたという。はい。でまあね次でこのイカれたレパートリーたちは終わりになりますが。一番イカれてる曲で最後にぶち込んできたんでね、はい、もうちょっとね、はい、ですね、次歌う曲の紹介をしたいと思います。まあ、カラクリ人形って曲なんですけれども、まあいわゆるね、まあダッチワイフの歌なんですよね。え違う違うすいません、あ、トレーバーが違かったのかな。まあそういうね、確かにビジュアル系な感じの、ね、そうですね、あ、よくご存知の本当にもっていう曲で、まあ私、まあここでぶっちゃけちゃうと M の曲の中でこの曲がね、一番好きです。本当に、はい、好きなんです。はい、元バギアどうかな、どうかな、どうかな、ちょっとあるよな、どうかな、ちょっとね、メンヘラっぽく見えてるでしょ、若干などうかな、どうかな、まあ、それ確かにちょっとビジュアル系がねやってそうな、そういう曲なんですよね。カラクリ人形っていう曲がちょっとまあホラーもありつつ、まあちょっとまあコミカルさもありつつみたいな。元々バンマスもそっちに知ってんだよ。あ、そうなんですか。そうだよ。そうなんですね。あ、元祖ビジュアル系っていうの言葉が今聞こえましたね。はい、もうちょっと喋った方がいいですか。ホストバンドとしてデビューされた最初の。そうそうそう。はあ、そうなんですね。全員ホストクラブのメンバーって言ってデビューしたのを、はいはい、裏で糸引いてたのがあれよ。だそうです。はい。あれよってあれよってなんだ。あれやつか。金になると思ったんだろうね。っていうことで、すいません、なんか飛んじゃって申し訳ないです。いろいろあんだよ、うちはネタでは盛り上がってます。話ついていけないですね。はい、てなことでいきましょうか。はい、歌います。カラクリ人形。いつも見てる